んにちは、西川瑞希です。今回は1月のお気に入りのアイテムを紹介したいと思います。普段から結構いろいろ気になったものは買ったり試したりしているんですけど、毎月なんか自分の中でお気に入りだったりとかいいなって思うアイテムがあるので、これからも定期的に毎月これがお気に入りだったよっていうものをご紹介していきたいと思うので、ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。まず一つ目がこちらのバッグです。普段からもすごく大好きなんですけど、この形にすごく一目惚れをして、なんかこの小さめでちょっとコロンとした感じが可愛くて、こんな感じのゴールドチェーンがついてるんですけど、シンプルなお洋服とかでもすごくこうポイントになってくれてすごく可愛いです。あと意外と小さく見えて荷物もたっぷり入って、なんかお財布だったりとか携帯だったりとかもしっかり入るし、ポーチとかこの上がこれ外れるようになってて、なので中身をこうやってパカッと開いて結構たっぷりとこう入れることができるので気に入ってます。中身はこんな感じで結構シンプルなんですけど、一応小さいポケットとかもここについてます。でも普段は全然ここは開けなくてもパカッと取り出したりとかはできるので、すごいね、なんかなんだろう、ちょっと遠出するときとかお出かけ行くときとかも大きすぎないこれぐらいのバッグだと持ち運びもしやすくて、そこも気に入ってます。はい、そしたら続いてはピアスを紹介したいと思うんですけど、最近新しく2つピアス買って、ちょっとね小さめでちょこんとつけられるものが欲しくって、まず一つ目がこちらのテイクアップっていうところのブランドのものなんですけど、こんな感じのパールが可愛いピアスを買いました。あとこの上にちょっとこのキラキラっとしたね、上にポイントになるようなものがあるので、ドレス系のものにも合うし、綺麗めなドレスだったり、なんかシンプルなニットとかにちょっとこういうのをつけていても可愛いし、私は少しこうやってゆらゆらって揺れるタイプのピアスが好きなので、すごくね可愛くてよく使ってます。サイズ的にはあんまり大きすぎじゃないので、これぐらいだとちょっとさりげない感じでつけれて、そこも気に入ってます。私はねピアスもすっごい大好きで、これは昔から言ってるんですけど、すっごいねピアス集め、ピアスとかアクセサリーも集めちゃって、でもアクセサリーの中でも特にやっぱりピアスがすっごい大好きで、なんかお洋服に合わせてこう変えるのがねすっごい楽しいです。はい、そしたら次のピアスはこちらのジュエッテっていうブランドさんのもののピアスです。これはもっとさらに綺麗めな感じで、すごいね可愛いの、このキラっていうのがすごく綺麗だし、なんかこれも綺麗めなドレスとかにもすごくぴったりだし、カジュアルの格好にも綺麗めな格好にも意外と合わせやすい。けど私はね綺麗めな格好をする時とかによくつけてるんですけど、なんかブラウスとかにこうつけたりとかも可愛いし、これもつけてみるとこんな感じです。なんかさっきのとすごく似てて、サイズ感とかも同じぐらいな感じなんですけど、どっちもこうやって揺れるタイプです。基本ねアクセサリーはゴールド系のものを買うことが多くて、こういうゴールド系のものは何にでも合わせやすいし、指輪とかもゴールドなので結構ゴールドで揃えてます。だけどなんかファッションによってシルバーが好きだったりもするので、最近はシルバーも集めるようになりました。すっごいね可愛い、なんかチョンってつけられるものもそうだけど、大ぶりなものも好きだし、ちょっと色がついてるようなものも好きだし、結構ねピアスはいろいろ大好きなので、またお気に入り見つけたらご紹介したいと思います。はい、そしたら続いてはこちらのドゥラメールのリップ用美容液です。こちらはリップクリームって感じなんですけど、すっごいプルプルになって、なんか今までで一番唇がの乾燥が復活してくれる、プルプルに復活してくれて潤ってくれるなって思えたリップ美容液なんですけど、これはヘアメイクさんにいいよってプレゼントしていただいて、それから使ってるんですけど、すごい良かったです。
これは普段毎日ポーチに入れて最近持ち歩いてるんですけど、もうね透明だから全然見えないかなとは思うんですけど、すっごいツヤツヤで、そうなんかこってりしすぎてないし軽すぎないし、すごくちょうどよくて、なんかグロスみたいにも使えるので、口紅つけた上からこう重ねたりするとグロス代わりっぽくも使えるし、すごくこれは、うん、本当にいいなって思えたアイテムでした。はい、そしたら次はこちらのヘアオイルなんですけど、こちらは髪だったりお肌にもなじませて使うことができるオイルなんですけど、私はこれはヘアに使っています。で最近巻き髪でちょっとツヤを出したい時に使ってるんですけど、すっごいツヤがもうツヤツヤで綺麗で、なんかサラサラってなるっていうよりかはすごくしっとりとした感じになるので、乾燥した髪の毛とかにもすっごいねツヤツヤにしてくれておすすめです。香りもなんかすごく自然な優しい香りなので、全然嫌な感じもきつい感じもなく使えて、そこも気に入ってるんですけど、こんな感じでツヤツヤ、もうこれを髪の毛になじませるんですけど、特に毛先とか塗ってあげると乾燥とかもすごくね、すぐしっとりになってくれるし、顔周りとかも塗ってあげるとすごくツヤっとまとまってくれるので気に入ってます。で残ったものとかはお肌にも塗れるから、こう手にのせたりとか首になじませたりとかして使ってます。これはね、なんか海藻エキスだったり植物エキスを配合していて、そう、自然がもたらすパワーを生かしたヘアケアシリーズみたいなんですけど、ここのやつすごくね気になってて、気になってたんだけどずっと買ったことがなくて、で買ったらすごく良かったから、これからちょっともう使いたいなって思ってるんですけど、このリッチオイルっていうやつです。あともう一つヘアオイルでお気に入りがあって、こちらのジルスチュアートのリペアヘアオイルっていうものなんですけど、これはまた全然違くって、すごくサラサラになってくれるヘアオイルなんですけど、香りがねいくつかあって、この香りがもうなんかヘアコロンをつけてるみたいな、髪の毛にシュシュと香り付けをするような感じぐらいすっごく香りもしてくれて、それがねすっごくいい香りなんですよ。私はこのフレンチローズっていう香りが特に大好きで、いい香りでこう漂わせたい時とかに使うんですけど、さっきのものよりかはもう水っぽいというか、すごくサラサラっとしてて、トローっていうよりかはサラサラっとしたオイルなんですけど、もうローズの香り、お花の香りがふわーってしてくれて、もう髪の毛にこうやってやると指通りがすごくサラサラになってくれるのと、あと香りがすごくいいので、これもね大好きで最近使ってます。はい、そしたら次はこちらのエトボスの保湿美容液のセラムなんですけど、これも最近のすごくお気に入りで、なんか美容液でこう保湿できるのないかなと思って探してたんですけど、これはなんだろうな、なんかすごくこうこってりとしてつくっていうよりかは、すごく軽めについてくれるのに、すっごいなぜかすごくしっとりになるっていうところが気に入っていて、こんな感じですごいみずみずしい、なんだろう、乳液みたいな感じなんですけど、こんな感じでね、もうすごく軽くて滑らかで、見た目は本当にこう塗った感じはみずみずしくなるのかなみたいな感じの軽いつけ心地なんですけど、これがこうお肌に浸透してってくれると、すっごいこうもちもちもちってしてってくれて、すごいお肌の内側からもちもちな、すごいしっかり保湿されたようなお肌になってくれて、そう、そこが気に入っています。なんか重いものをつけるのもいいんですけど、私は重すぎるものだとちょっとベタベタというかペタペタしちゃうのがすごく気になるので、こういう軽いけど保湿がしっかりできるっていうものがすごく好きなので、これはね最近のお気に入りです。でそのままお肌のパックをご紹介するんですけど、こちらのファミューのドリームグローマスク、
これはお肌の引き締めだったり張り弾力をケアしてくれるシートマスクなんですけど、ファミュのマスクはすごく普段から大好きで、いろいろなシリーズというか使っているんですけど、これはね、これは首用のやつと顔用のやつが分かれて入っているので、首までしっかりとこうケアしてくれるマスクになっています。で、すごくお肌もなんかプルプル、みずみずしいプルプルっとしたお肌になってくれて、そう、このファミュのやつはなんかそのみずみずしいお肌を作ってくれるっていうところがすごく気に入っているところです。あとはやっぱり首もこう乾燥したりとかしてくるので、ここら辺のケアも一緒にできるっていうところがすごく気に入ってます。はい、そしたら続いてはこちらの MT メタトロンのクレンジングジェルなんですけど、これはそう、ずっとこれも気になってて、私はあのプレミアムコフレで、ここのブランドさんの化粧水美容液といろいろセットになっているものを使ったので、こちらのクレンジングはね、ちょっと小さいサイズなんですけど、もうねなくなってしまったので、新しくこれの大きいものを買おうと思っているんですけど、すっごいこのクレンジングジェルがお肌に優しく使えて、なんですけどすごい汚れもしっかり落としてくれたし、なんかこれも洗い上がりがすごくプルプルっていう感じで、こう突っ張った感じもなく使えて、でこれが油分を含まないクレンジングジェルなんですけど、そう、あとはねお肌が滑らかにすごくなってくれて、なんかクレンジングはやっぱりあのお肌をこう作っていく上でもすごく大事だなって思っていて、なのでクレンジングは私はすごくこだわっているのと、こうでも優しくお肌に使えるっていうものが私はすごく大好きなんですけど、最近使った中でもこれはすごく良くてリピートしたいなってすごく思ったので今回は紹介しました。そして続いてはこちらのサボンの、こちらはねヘッドスクラブです。サボンってあのボディのあのスクラブがすごく有名だと思うんですけど、私もすごく大好きで、あれを使うとお肌がツルッツルになってくれて、もうねなんかオイルのねツルツルなのかね、やった後のお肌の生まれ変わった感じっていうのにすごく感動して大好きなんですけど、こちらのヘッドスクラブはこのね頭皮のスクラブになってて、でこれは髪と頭皮をこうすすいであげた後にこれをね手に取って頭皮になじませて、こうやってもみもみって感じで優しくマッサージするんですけど、そうするとこう頭皮の汚れだったりを落としてくれて、そうで、その後のシャンプーがびっくりするぐらい泡立ちが良くなってくれて、もうねいつもの2倍3倍ってくらい泡立ちが良くなるんですよ。なのですごく頭皮もすっきりしてくれるし、そのおかげでね髪のこう広がってるなっていう時期でもこれやるとこうまとまりも良くなってくれたりして、すごく気に入ってます。これをやって洗い流した後はすごくちょっとキシキシって感じで、なんかちょっと突っ張るなっていう感じがあるんですけど、その後シャンプートリートメントするといつも以上にこうサラサラ滑らかな髪の毛になってくれるので、すごく気に入ってます。ちなみに中身はちょっと使っちゃってるから減ってるんですけど、こんな感じです。香りもすっごく良くてね、これは何だろう、ジャスミンかな、ジャスミンの香りがすごく優しくふわーっと漂ってくれるので、お風呂のね時間もすごく癒されるかなって思います。はい、こんな感じで今回は1月のお気に入りをご紹介しました。皆さんいかがでしたか？もう私的にお気に入りのアイテムをいろいろ集めてみたんですけど、本当にどれもおすすめなので、ぜひ気になるものがあればチェックしてみてください。また定期的にやっていこうと思うので楽しみにしていただけたら嬉しいです。では今回も最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では西川瑞希でした。バイバーイ。